Market Scramble。 月曜夜はマーケットスクランブル。こんばんは、遠藤です。マーケットすごいですね。動いてて疲れちゃいます。こんばんは、大橋ロコです。マーケット上がってきましたけれど、皆さん買いましたか？こんばんは、林投資研究所の林智之です。今日はですね、うちの佐藤と2人の予定だったんですが、私1人になりました。申し訳ございません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日は林さんに語り尽くしていただきましょうね。もう思う存分お一人ですからね。思う存分、もう名口調でね。はい、こうだね。前回まで僕が欲求不満だったみたいですね。あんまり喋んなかったですよね。しかしマーケット先週までなんか本当どうなるのっていう模様、すごいですね、ね、続落っていう、あの暗いマーケットだったんですが、今日は今年最大の上げ幅の日経平均ということで、大明るいムード。今日の日経平均最大ですか？今年ですけどね、600円超える上げ幅ということで、非常に明るいムード。どうご覧になりますか？はい、まあでも月曜の、あ、金曜の午後からそんな気配ありましたよね。見ました？ジョージソロスが買うとか、GPIF が、年金がウエイト変えるとか、はい、でなんかあっさりポンと戻っちゃったんで。ソロスが買うってニュースで戻るんかな。だからそこがうさんくさいんですよ。うさんくさいですね。それにほら、年金の話って、はい、去年からあるじゃないですか、当然政策的にね、はい、ああいうところを広げてくると、いうのはもう分かってたじゃないですか、だから下がってるから慌ててこう詳細を前倒しで発表したようなムードもちょっとあった。それもありますよね。あと先週ヘッジファンドの大物たちが結構東京に集まってて情報収集してたみたいですから、まあ、そこら辺とかソロスとか、で年金の玉とか、なんかうさんくさいですよね。うさんくさいってどういうこと？そこ入れ、あの調整完了じゃないの、まだ。いや、完了かどうかちょっと分かんないですけど、その辺のさ、評価が難しいっていうのがあるんじゃないですか。評価難しい。私はもう、もう調整完了、一目の雲もね、下抜けずに終わったから、大橋さんにもう見えてる、こっから行くわよって気持ちになってんだけど。あれ、売り棒がなんか今日、今年は買い棒ですね。この暴落もちゃんと取りましたから。こないだからその話で、売り棒が買ってるぞって。でも今日からはもう買いでしょと思ってるんだけど、そうでもないの、結構慎重。いや、今日は買いでいいし、まあ、明日ちょっと日銀があるんで、そこら辺がね、ちょっと不安材料であるんで、不安でいい材料出たらまたもっといくと思うんですけど、なんかに日本版 LTR を、はいはいはい、が出るとかいう噂がね、まあ、まあ、あと買いオペのね、期間をなの長くするってやつ ね、はい、私個人はね、まだ買いポジションなんです、はい、あ、買ってる、じゃあいいんじゃない、私と同じ、だけど相当減らしてます。なんでやっぱりまだちょっと不安定、だから半分ね、身を引いてる感じで、だからそれから、まあ、だからっていうか、それから、やっぱり指数よりも個別銘柄見てます、はい、だから今年最大の上げ幅だったのって指数は見てますけど、そこまで突っ込んで見てないんで、やっぱりこう自分のこう守備範囲に集中してるか、それは個別銘柄なんで、まあ半年ぐらい戻すんじゃないですか。3500円落ちたから1750円ぐらいで1万4200円ぐらいでどうですかね。ざっくりひもなっちっていう。ざっくりですね。いやでもその半値戻しとか半値を知って、こう都市伝説のようで、意外とね当たったりするんですね。そうですよね。私もだからそういうのは基準にしますよ。基準にする。でも今回の日経平均の暴落って先物市場主導であったという感じがして、ヘッジファンドの子をおもちゃにされてたかなというような感じがある中で、それはあります。ありますよね。上げ自体もね、個別銘柄を見てるか観点からするとね、やっぱり指数が一人歩きしてるところはありましたよね。そうですよね、だから本当に現物のね、それも買いも結構引っ張られて損切りをこう余儀なくされたとかいう人たちも多かったかと思うんですけれども、でもいよいよなんかこうしっかりとした買いも入り始めたかなというようなムードもある。現物の買いじゃなくて現実の買いとかいう言葉があるみたいね。まあね、短期の連中が行くときは指数の方がね、先物の方が動かしやすいんで、はい、でまあ、長期の投資家ってじっくり行くじゃないですか、はい、その連中が買い遅れてた分、買い場を提供したとも言えますよね。
ここからこの辺そうですよね。その現物を買うという意味では個別、うん、結構いいところまで下がってきて、ここから面白い銘柄も出てくるんじゃないですか、うんうんうん、林さん。ただね、こうざっくり見ていくとね、はい、やっぱり指数が半年上がってるじゃないですか、はい、でそれと連動して素直に半年上がってる銘柄っていうのは多いんですよ、うん、はい、そういうのは私なんか単純にもう最後のとこみんなが一番美味しいと思うようなところを逆に捨てちゃうんで、うん、次のラウンドに行けばいいやってことで早めに引くんですよ、うん、っていう意味で、まあ半年上がったからもう半年下がっていいんじゃないと、うん、あとは好きにやってください、うん、尻尾は取りに行きません。半年下がっちゃうの？だからね、それは別にカッコつけてんじゃなくて、はい、自分のスタイルなんで、そういうところ器用にねできないから、うん、だからあえてやらないみたいな、うん、だけどこの半年間で全然上がってない個別銘柄、うん、結構あるんですよ、はい、逆にベラボーに上がってるのもあるし、うん、それから上げ足りないのもある、うん、そういうのはね、じゃあ指数がもう天井打ってて、うん、上のボックスかもしれないけど、そういう中でねガンガン新値取ってくる銘柄だって、はい、あってもおかしくない、うん、これから来るというところもあると、うん、そう、そういうところをね、はい、まあ、ちょっと期待して、うん、買い欲が残ってる、はい、でもこれ以上膨らませないっていうのが僕のスタンスです、はい、でそういうところ得意な人はね、はい、そういうところを見ていけばいいと思います。まあそういうのね、見つけられるといいですよね。そう、そういう器用な、そういうところを器用にやる人っていうのはいるじゃないですか。見つけられる、まさに今から出番だみたいな。見つけられる方法をご存知かもしれないですね。ということで今日は林さんに、はい、なんかプレッシャーが中堅戦縦玉法という、はい、トレード手法を使ってですね、うん、はい、ここから面白い銘柄、個別銘柄というのを発掘するのにも使っていただきたいですし、どういうふうにトレードに生かしたらいいのかというのを教えていただきたいというふうに思います、はい、ではその中堅線、縦玉法の中堅線のチャートですけれども、林、はい、さんちょっとご紹介いただけますか。そうですね、これ MUFG、はい、ね、うん、左がロウソク足ですね。そうですね、通常のロウソク足ですね。右側が、右側が中堅線です、うん、これただグラフにしただけ、ただの折れ線グラフですね。折れ線グラフじゃないの。そうです、ただの折れ線グラフなんですが、よく見てください。はい、あ、色が違いますね、はい、黒いのと赤いのと、うん、はい、どういうふうに色分けされてるんですか。これがね、はい、中堅線のルールで、うん、まあ変わってくるんですけど、うん、割とね目先の、値幅の比較で、はい、まあ、トレンドが変わったようだと、上げに変わったようだ、うん、と判断したら赤くする、あ、どうも下に向いたようだと判断したら黒にすると、若干トレンドフォローでこう遅れてくるんですけど、うん、なんかそこら辺、ま、あ、ごめんなさい、値幅になんかあるわけですよね、値幅にその、仕組みが、で計算法で計算してこう、そうですね、入っていくわけですか、色を分けて、はい、細かいところを、ね、説明すると分かんなくなっちゃうんですけど、その割と目先のね、単純なこう値幅の比較で、まずは判断をすると、判断というか一つの仮説を立てるわけですね、ポジション取るための、はいはい、この中堅線の縦玉法というのはそのトレンドをこう見つけて、でも少し遅れて出るということで、はい、勝率という意味ではどうなの。あ、勝率ね、やっぱりそれ気になりますよね、うん、勝率という意味では高くはありません、うん、あんまり高くない、はい、なるほど。それからその勝率を少しでも高めようというのは大切なことですけども、うん、あまりそこを、ね、追求しないで割とあっさり捨てちゃってます、うんうんうん、勝率狙いではなく、うん、何をこうポイントにしていくか、うん、はい、これはですね、まあ、プロがみんなね、はい、大切にしているところですけど、うん、やっぱり全体の資金管理、うん、まあ、余裕を持つってことですね、うん、分かりやすく言うとね、うん、はい、からもう一つは分割売買をします。3回の分割、うん、3分の1ずつ立てていく、うん、これがね中堅線の、まあ、味噌というかですね、特徴です。なるほど、3分の1ずつ縦玉していって、うん、はい、で資金管理していくということを自動的にやっていくってことなんですね。まあ自動的に、まあ一つのですねルールとして基準があります。ルール、まあ、若干ねそれ裁量を加えてって、はい、人それぞれ違ってはきますけれども、はい、原則として資金管理と縦玉操作に重きを置いて、うん、勝率はあまり追求しない、うん、もっと簡単に言えば
割とあっさり捨てちゃってる、はい、これが中原線縦玉法の特徴です。マネーマネジメントがものすごく重要として考えられている、うん、そうですね、管理法なんですね。そうですね、そっちに重きを置いてると。なるほど。システムっていろいろそれぞれ特徴がありますよね。遠蔵さんなんかいろんなシステム詳しいと思うんですけど、そうするとマネマネジメントがしっかり考えられているということは、大きく負けるということはもうあんまりない、うん、そうですね、そこがやっぱり一番大事にしてます。だから3勝7敗でも大丈夫なんですね。そうですね、今日のテーマですか。今日のテーマは3勝7敗で勝つトレードということなんですが、はい、勝率は3勝とあまり高くなくても、うんうん、勝ち続けていける手法ということですね、うん、そうですね。だ取った取られたで、はい、取られるところを少なく小さく、うんうん、そうすると負けが続いた時でも耐えられると、うん、十分戦える資金が残る、で取れるところはどんなシステムでも取れるじゃないですか、うんうんはい、どんなやり方でも裁量を含めたね、はいうんはい、問題はやっぱり負けた時にズボッっていっちゃうと、うん、もう気力も続かないし、うん、物理的に資金も続かないと、うんはいうんこうしたときにその次のすごく美味しいところを逃しちゃう、よくありますよね。そうですね、次がないとね、もうこれは私すごく得意なパサンしてるのにお金ないみたいな時あるけど、そういうことにならない。そうまさに金曜の午後なんてお金が残ってたらちょっと買ってもいいかなみたいなので、ちょっとこれ東京前で怖かったけど、その分下げて大体みんなやられてて資金ないみたいなね。そうだからその下げでもお金なくならないように管理していってくれるのが中原線縦玉法ということになるわけですね。で一般的に言うとね、はい、下げが最大のチャンスなんですよね。下げた時に買えるかどうか、はい、資金が余ってるかどうか、これ大事ですよね、はい、これが今、ここに右側に、折れ線グラフがなっている中原線縦玉法の、はい極意というか真髄なんですが、ではこの丸が書かれているところに、まあ、騙しだとか買いだとか売りだとかいろいろサインがあります、はい、このサインどういうふうに読んでいったらいいのかという点については CM を挟んで後半でこのサイン、はい、そしてどんなふうに縦玉していくのかというのを聞いていきたいと思います、はい、では一旦コマーシャルです。ということで林さんにお話を伺っています。では林さん、早速、はい、中原線縦玉法、この折れ線グラフのようなチャートなんですが、どのようなサインでどのように縦玉していくのか教えてください。はい、まあ先ほど申し上げたように、はい、値幅で、はい色が分かれる、ね、色を分けていきます。はい、で、これ MUFG ですね。はい、はい、安いところでこの赤い丸がしてあるところ、うん、騙しと、うん、騙しが書いてありますよね、はい、ここは一旦引転したんですけど、うんはい、黒になったんだけど、黒になったんだけどすぐに上向いて、うん、また赤に変わっちゃったと、はい、この引転は残念ながら外れでした、うん、でも赤になったところで買えばいいの？そういうことですね。ですよね。土線買うと、はい、売り玉を損して、はい、手仕舞いして踏むってやつですね、はい、で土線買うと、はい、もうしょうがないと、うん、見込み違いは見込み違いで対応すると、うん、で買うわけです、うん、買った後は上がってますでしょ、うん、もう赤でずっと上がってる、ここは、うん、そこそこ取れてる、これ赤い線が出てる間はずっと買いポジションを継続していいわけですよね、うんうん、
でさっき言った値幅で、うん、あの直近の、ね、値幅の比較で、うん、また引転という判断が下されるまでは、うん、買いポジションを継続する。分かりやすいですね、うん、そうです。に従った赤の時は、うん、持ってていいわけですよ、ね、うん、そういうことです、はい。じゃあ引転するまで持ってればいいんで、あの青い丸のところまで基本的に持ってればいいと。そうです。いうことで、このトレンドの色分けに沿ってやっていけば、うん、そうですね、すごい値幅結構取れてますよ ね。ただね、林さん、はい、この騙しって書いてあるところに3分の2買いって書いてあるんですけど、はい、さっきの説明の中では中限線縦玉法は3分の1ずつ買うっていう話がありました、うん、はい、うん、ね、これですね、この細かい値幅のルールで2パターンあるんですよ、うん、あ、3分の1買うときと3分の2買うときとがあるんですか、はい、原則はこの、はい、フリップ写してください、はい、フリップにある通り、うん、転換後は3分割ですから3分の1しか買わない。これが基本の考え方、はい、そうですね、試し玉と、うん、一発目ですね。だってこれで逆いっちゃって騙しでしたって時に、うん、やられが少ないように3分の1しか買わないと、うん、なるほど、なるほど、はい。でそれに対して3番目のところ、うん、巡航1本からの逆行、うん、つまり引転して下に向いたところが翌日から 上向きになったと、うん、でこういった時にはね、はい、若干条件が違って、はい、再要点しやすいんです、うん、あ、2本つけちゃったら、うん、これは騙しの可能性が低いんじゃないかと、うん、こう仮定して条件が、うん、再転換の条件は厳しくなるんですけど、うん、1本からまた逆に向いちゃった時には割と簡単に再転換する、うんうん、それが今お見せしたこの MUFG のこの騙しのところですね。この部分が実は強いということなんですね、うん、そう、1回引転のルールに引っかかったんで引転とみなして、はい、売り玉を立てると、はい、あるいは買い玉を手締まって休むと。巡航1本からの逆行そして再転換、うん、そう、黒になったんで、はい、下に向くのが巡航なんですね、はい、はい、そういう意味です、うん、ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、なるほど、引転したところがまず巡航1本、うん、はい、あ、要するに黒の線が1本分しか入ってない、うん、そうです、それでそのまま上向きになった、うん、これは強いってことなんだ、黒、うん、黒、つまり下げトレンドだと見なしてるんで、うん、上に向くのが逆行ってことなんですね、うん、なるほど、え、これはじゃあ、 あの騙しになる、つまり要点する可能性が強いという、はい、そうですね、再要点、再要点で実際再要点してこの引転は外れましたと、うん、諦めましょうと、うん、普通の引転はどっか他にないですか、はい、例として普通の引転がありますよ、本当に引転しちゃうときにね、はい、普通に引転したのはね、この同じ MUFG、 あ、この同じ FUMG では、落ちるところです、落ちるところで、落ちるところですね、うん、はい、あそこの右側の青い丸ですよね、そう、うん、で、まあこれはね5月23日から日経平均が暴落してるんですけど、うん、2日前の21日に引転してここで売りポジション取るわけです、はい、で21日の引け値で引転したんで22日に売って、うん、で23日から下げて、うん、まあ、ここもあのずっと取れてるとってことですよね、うん、ちなみにね、もう一銘柄持ってきてました、はい、もう一銘柄、はい、セイコーホールディングス、はい、はい、このセイコーホールディングスの場合は、うん、やはりね、こう騙しがあるんですよ、うん、この真ん中の赤い丸のところ、はいはいはい、でも、うん、でもその後、うん、青い丸のところを見てください、うん、はい、ここはね、上がったところで、うん、引転してます、はい、でちょっと分かりにくいんですけど引転したところでね2本陰線引いてます、はい、下げて下げてと、うん、かかって短い線入ってるんだ、これそう1本目で下げて、うん、丸5となってるところ、はい、その後にここに2本目ってことね、そう1回2回目そこです、そこです、うん、2本入ってるんだ、そう、はい、こういう時には、はい、まあ
騙しになる可能性が低いと、うん、日本だったそう見なす、うん、だからこうやって上に新値を取ったところ4月の後半、うんうん、高値をつけてるのに、うん、再用点していないと。なるほど。しかもここで売り増しが売り増しのサインが出て、うんうん、で下げを取ってると。なるほど。5月の23日にバーンと全体が下げた時には、うん、もうかなり下げて、うん、実は利食い手じまい、うん、買い手じまい、うん、なるほどね。そういうシグナルが出てると。すごいですね。ここはうまくいってます。5月23日はもう落ちたところはもう利食い、そう、もう利食いゾーンに入ってたみたいな。みんなが驚いたところで静かに出てしまう、こういう感じですね。はい、ということはこの10元線縦玉法というのは、このまず色分けでトレンドを見極めるんだけれども、陰転陽転のサイン何本入ってるかっていうので、強い時と弱い時があって、はい、その時は基本は3分の1縦玉していくんだけれども、3分の2縦玉してもいい強いサインもあるということ、そういうことですね。なんですね、この3分の1と3分の2の違いで、はい、損益をうまく持っていこうと、はい、だから勝率は低いままでいいかなっていう考え方だということです。はい、はい、10元線縦玉法、具体的な体力、そして売る時のサインというのを教えていただきました。では一旦コマーシャルです。一刀両断、投資相談、大橋さん、叱って。はい、今週も怒っちゃいますよ。ということで、はい、皆さんからいただいている投資相談、ね、今日も紹介していきたいと思います。はい、現在株を3銘柄持っていますが、新たに買いたい銘柄があるので、どれか1つを売ろうと思います。どれを売るのがいいでしょうか。保有している銘柄の損益はまちまちです。配当利回りで選んだものが買い値より2割ほど下、以前雑誌を見て買ったものが半値近くまで下がっています。あと1つは値動きとテーマで自分で選んだもので、日経平均が乱高下する中で少し上向き、買い値を1割ほど上回っています。利益になるものを売って新しい銘柄に乗り換えて、半値になっている銘柄もう少し様子を見るのが正解でしょうか、という、まあ、こういうお悩みが、まあ、ごくごく普通のお悩みだと思います。はい、ね、まあ見て皆さんはこの3つのうちどれを売れっていうのかなと思うんですが、その前にちょっと気になるところがあると思うんですが、遠藤さんどうですか。なんか買いたいけどどれ売ればいいかみたいな、銘柄3銘柄とか、なんかスタンスがよくわかんないですよね。そうですね、うん、3銘柄もね、うん、やっぱりこう観点がバラバラだし、うん、で買いたいものが出てきたのに、うん、余裕資金がないわけでしょ、うん、やりくりしなきゃいけない、うん、ここがねまず気になるんですよ、うんうん、新しく買いたいからどれか売んなきゃ買えないっていうぐらいカツカツ、ね、ということですよね。はい、ただまあね、うん、まあそこを抜きにして、うん、やっぱり考えていくと、うん、じゃあどれを売るかって言ったら、うん、じゃあどれだろうと、うん、一つは2割下、うん、一つは半値、うん、二つがやられですよね、うん、それに対して、まあ、少し、利益になってるものがあると、うん、もちろんね個別のこう流れを見ないと何とも言えないんですけど、うん、これだけの情報からか判断すると、うん、じゃあどれを売るべきだ、うん、どれを残すべきだ、うん、これおのずと答えが出ると思うんですね、うんうん、多分ねこれ私と遠蔵さんと、答えがね、うん、
分プレイヤーとして同じだと思うんですけど、どうですか。そうですね、どうなのどうなの、違うかもしれない違うかしてないよ、同じ。どれですか。一番腐ってるやつでしょ。あ、腐ってる、あの遠藤さん得意の腐った曲ってやつね。半値まで下がったやつを売るの、それって損が出るでしょ、うん、でも一番嫌な曲なんですよ、ね、損切りはしたくないって思うからみんななんか静かってるでしょ、うん、そうで、ちょっと利益になってるものを手締まっちゃうでしょ、うんうん、そういうものがね、得てして上がる、そう得てしてそれが上がる、チャンスがなくなった、半値になったものはそこからまた時間かかっちゃう、うん、っていうことがパターンとしては多い、うん、情報足りないんですけど、これだけの情報から言ったら半値になったのを切ろうよと、そうですね、よかった一致して、一番損したやつを切るっていうのがいいんですね。だからね、一番本来だから半年になるまでほっとかないで早めに切ろうっていう、まあまあそうね、でもそれなかなかできない、うん、なっちゃった時には半年のものを切るんですっていうのが基本なんですね。そうですね、はい、ではい、遠藤さんとちゃんと一致してくれたので、はい、フリップに、このフリップを出せます。はい、はいはい、新しい銘柄を買いたい、問題と考え方を、うん、そう、もう締めに行きましょう。そうですね、はい、問題としてはお悩みとしては新しい銘柄を買いたい、うん、で手持ち3つの1つを売る、はい、結論は乗り換える、それに対してやっぱりね、さっき言ったように売買がちょっと計画的でない、もう少し計画的にしよう、うん、はい、まあ、それを除いていくと、あえて言うなら最も嫌なポジションを落としたらどうですかと、うん、やっぱり未来に向けていくんで、うん、今の形を良くしていくというのが原則だと思います。はい、はいはい、分かりました。つまりダメなものはダメということね。なんかそうですね、昔のどっかの当主が言ったなそれはい、このコーナーでは皆さんからのお悩み相談随時受け付けています。マーケットスクランブルホームページからお悩み相談のコーナーのバナークリックして相談お寄せくださいね。ではコマーシャルです。使ったトレードについて林さんにお話を伺ってきましたが、時間があまりなかったのでもっともっと知りたいという方のためにお知らせがあります。じゃじゃん、こちらをご覧ください。中原線縦玉法のセミナー定期的に開催しています。今日はですね、番組をご覧の皆様に特別に、枠を設けまして、6月29日土曜日にセミナー開催してくださるということですので、うん、ぜひこちらのセミナー興味のある方どしどし足を運んでみてください。アドレスはこちらになります。中原線研究会というところの、まあ、アドレスありますが、マーケットスクランブルの番組のホームページからあのバナーでお知らせもありますので、はい、そちらクリックしていただいて、どしどしこちらのセミナーにもお越しいただければと思います。さて、もう番組もエンディングですけれども、林さん、あっという間ですね。本当ですね、はい、もっともっと喋りたいし、もっともっと聞いてもらいたいんですけどねでもあのこの林さんのお話の中で、これからもこの中原線を少しずつご紹介していただきながら、はい、うん、ね、はい、やっぱり分かりやすい手法だと思うので、一つこれを入り口にしてもらうのもいいかなと、うん、そう思ってます、はい、見やすいし、サインもそんなに分かりやすいですね、簡単ですよね、はい、ということで、今日は林投資研究所の林さんにいろいろとお話伺いました。林さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして園長さん、どうもありがとうございました。ではまた来週、さようなら。